キットは1921年に公開されたサイレント映画監督、脚本、主演チャーリー・チャップリン、ジョエン・ジャッキー・クーガン。キットはオープニングで笑いと多分涙の物語と語っている通り、映画史上初めて喜劇と悲劇の融合が効果的に取り入れられた長編喜劇映画である。チャップリンとジャッキー・クーガン当時ボードビルの一芸人に、 過ぎなかったジャッキー・クーガンは、これを機に映画界で最も有名な子役となった。チャップリンの研究家の多くは、チャップリンの第一子が制作開始の直前に死んでいることが、この映画での子供への親密な愛情表現につながっていると指摘している。貧困と金持ちの傲慢に関する描写は、チャップリンのロンドンでの体験が直接に反映されている。その後チャップリンは、 アカデミー賞名誉賞の受賞式のため一時アメリカに滞在した1972年にクーガンとの最後の再会を果たしている。劇中で魅惑的な天使を演じるリタグレイは1924年から1927年までチャップリンの妻となった。撮影は1920年に終了したが、キットはチャップリンの最初の妻、ミルドレッド・ハリスとの離婚訴訟に巻き込まれた。 離婚に関しては一旦和解が成立していたのだが、チャップリンとキットの配給元であるファーストナショナル社との間で契約上のトラブルがあったため、離婚訴訟を利用して、キットの未編集フィルムを差し押さえてしまおうという企みがあった。チャップリンは差し押さえを避けるため、フィルムをコーヒーの缶に詰めてソルトレークシティのホテルの一室へと逃れて編集作業を行った。 下町のシーンのいくつかが撮影されたオルベラストリートは、撮影より10年ほど前、観光客向けにメキシコ風に改装された町である。当時オルベラはほとんど忘れ去られた、狭苦しい町であり、汚い下町の雰囲気を強調するのに適していた。ある夫人は、恋人の芸術家に捨てられ、事前病院から一人赤ん坊を抱いて退院する。彼女は悩んだ挙句。 路上に停車していた自動車の中に赤ん坊を置き去りにする。ところが車は二人組の泥棒に盗まれ赤ん坊は貧民街に捨てられる。そこへ通りがかった放浪者が赤ん坊を見つける。彼は赤ん坊を奪車を押す女性や足の悪い男に押し付けようとするが拒絶され途方に暮れる。赤ん坊に母親がつけた この子をよろしくお願いしますという手紙を見つけた男は赤ん坊を自分のアパートに引き取り育てることにする。捨て子をした夫人は思い直して赤ん坊を探しに戻るが車が盗まれていると知り失神する。5年後成長したキットは放浪者と共に詐欺まがいのガラス窓修理で生計を立てながら暮らしていた。キットを捨てた夫人は人気女優となり貧民街に 事前活動にやってくる。彼女は偶然成長したキットと再会し、おもちゃを与える。その後キットは町のいじめっこと喧嘩になるが、夫人がなだめる。火星に行った放浪者は、いじめっこの兄と乱闘騒ぎになる。喧嘩は収まったが、夫人が熱を出したキットを抱いて放浪者の家に連れてくる。応診した医師は、 キットが赤ん坊の時身につけていたという手紙を見て当局に通報し、児院の職員がキットを無理やり児院に連れて行くが、放浪者は児院の車を追いかけて、キットを奪還する。放浪者とキットは安宿に泊まる。キットには警察から1000ドルの懸賞金がかけられていた。新聞でこれを見た宿の主人はキットを眠っている。間に抱き上げ、警察に駆け込む。 キットの母親である夫人は、キットと再会を果たす。翌朝キットがいなくなったことに気づいた放浪者は、探し疲れて、アパートの入り口でうたた寝する。彼は、夢の中で、キットと天使になって空を飛んだり悪魔に惑わされたり、する。警官に起こされた放浪者は車に乗せられて豪邸に連れて行かれる。キットと母親と再会を果たし、家に招き入れられるところで、 物語は幕を閉じる。メディアを再生する。きっと本編。字幕なし。ありがとうございます。